もかなです。ですね、今日は、今から奄美大島の方に向かいたいと思います。奄美大島に行くのはちょっと初めてなので、まあどうなんでしょうね、ちょっと楽しみだったりどんな感じになるのかなっていうふうに思っております。まあ今回も施術の、まあ、仕事っていう形で行かせていただくので、頑張っていこうかなと思います。あとは10日間の短期講座に参加してくれた方のところに行くので、まあ施術の、まあ、勉強会みたいなのもできたらいいなというふうには思っております。あとはですね、そうですね、11月の18、19で一応博多にまた行こうかなとは思っていまして、四国の徳島にもちょっと行こうと思っているんですが、今ちょっとスケジュール確認中ではあります。また決まり次第報告できたらなというふうに思います。またいろいろコメントとか問い合わせでも DVD の指示やっぱり分かりづらいところがありますっていうのはご意見いただいているので、それ用の動画もちょっと作っていけたらなというふうに思っていますので、少々お待ちくださいっていう、まあ、あとはそうだな、意外と周波数を受信して発信するっていう講座を、まあ、結構やり始めてて、できるようになっている方が何か出てきているので、まあ、その方のためのモニターだったりとか、あとはなんか五感周波装置のマルシェみたいなのを開催してみようかなというふうにも思っていますので、またそこら辺も動画を撮って告知しようかなと思います。それではまた、まあ、奄美大島に着いたらまた報告しようかなと思います。また今日もよろしくお願いいたします。